はい、それでは試作を打つ方法の一つとしてレコメンドを紹介していきますレコメンドには大きく分けて二種類の方法がありますそれらを別々にご紹介しますまず一つはコンテンツベースフィルタリングというものです動作を簡単なイメージでご説明するとここにあるんですけれどもあるお客さんが これまでに商品1と商品2を買ったとしますで、これに対して何かを推薦する状態ですで、どう考えるかというと顧客のプロファイルっていうのを求めるんですけどこのプロファイルはよく言う年齢性別のようなものではなくこの商品1と2を買ったからこれらが好きな人だなということで商品の特徴を 合わせて顧客のプロファイルとしますちょっと式っぽく書くと商品1の特徴と商品2の特徴を平均してそれを顧客のプロファイルとしそれと類似なものを推薦するということになります。で類似なものということは今まで買っていたものは好きなはずだから好きなものと似たものを推薦すればまた好きなはずだ。 ということになりますねこれが内容を見て推薦する方法なのでコンテンツベースフィルタリングと言いますで、これをもう少し具体的に実際の数値でお見せしますで、この表は、えー、ここに商品が並んでいて商品1から5までありますけどここには特徴を置いてありますで、この特徴はわざと非常に分かりやすいものにしてあるんですけど例えば商品1は趣味に関するものです 商品4はこう両方1ですので趣味と生活に関係するものですとこんなような特徴を表すものだと思ってください。でここでさっきの X さんという人がこれまで商品1と2を買っていましたよね。じゃあ この顧客 X さんのプロファイルはどうやって求めるかなんですけどここの値を求めれば良いのですがどうやって求めるかというと実は割と単純でこの商品1を買ったっていうことは商品1の特徴が好きなはずだ商品2を買ってるっていうことはこのような特徴が好きなはずだじゃあこの2つを買っているならこの2つを平均して しまとということですそうするとここでは100010なのでこの2つを足して平均取ると 0. 5, 0. 5, 0になりますこのような数値の並びが顧客 X さんのプロファイルになります。ということはどうするかというと今度はこの顧客 X さんのプロファイルと似たようなものを探して推薦すると多分好きなはずだということになります。 でえここでちょっと説明を簡単にするために普通はやらないんですがこの0.5という数字を四捨五入して1にしてしまいます普通はこんな計算はしないんですけど今は説明上の都合でこうしてしまいますそれでこの顧客 X さんのプロファイルは110となりましたでこの110に近い商品を探せばいいということになりますよねで商品1にはもう買っているので この三四五のとの商品顧客 X さんとの類似度を計算します。で、類似度っていうのはどうやって計算するかというと、えここでも割と大雑把な説明をします。えっとここではですね、商品さんの特徴はゼロゼロ一でしたで。顧客 X の特徴は一一ゼロです。どのくらい一致しているかを見ます。そうすると一とゼロ 一致していません。一とゼロ一致していません。ゼロと一一致していません。つまり三つの特徴のうち一つも一致してない三分のゼロということはゼロが類似度です。じゃあ次に行きます。商品四は一と一、一と一、ゼロとゼロ。あすごい一致してます。ということは三つのうち三つ一致しているので三分の三一ですね。 とということは商品4と顧客 X さんの一致度はとということになります。商品5はどうでしょうかえっとこれ違うこれ同じこれ違うなので3つのうち1つ一致してますから3分の1。ということはこの3つの商品のうち一番類似度が高かったのは商品4でしたね。つまり顧客 X さんの好み、 と一番近い商品は商品4だということつまり類似度を計算してそれの最大のものを求めればいいということなので商品4を推進しておけばおそらく顧客 X さんは気に入るはずだということになりますこのようにして商品4を選んで推薦するのがコンテンツベースフィルタリングですただこの方式には問題点があります どんな問題点かちょっと考えてみてみくださいすぐ答えをお見せしますけどこのユーザープロファイルが正確になればなるほど推薦結果が煮詰まって意外な発見がなくなるこれを分かりやすく言いますとある人がが SF 好きだったとします何本か SF を見ていたそうすると推薦システムが SF を推薦します。 そうするとまたその人は SF を見ますすそそうするとその人のユーザープロファイルはどんどん SF になっていきます。そうすると推推薦薦システムはまた S F を推薦しまた SF をしすとずっと推薦されるのは SF ばっかりということになってしまってその人にとっては意外な発見がなくなってしまうわけです。これが単純な検索と違うところで推薦システムにはその人が 好きなものを見せれば良いだけではなくてちょっと意外なことも見せてあげるという機能も必要になりますこれがこの方式の問題点ですではもう一つの方法強調フィルタリングをご説明しますこの方法はこんな風に動きます例えばターゲットの T さんが今までアイテム1,2,3を買っていたとしますそうすると さっきのコンテンツベースフィルタリングはこれと似たようなものを推薦しましたが今度はそうせずにアイテム123を買った別の人を見つけます。で例えば N さんがアイテム123を買っていたとするとここまでの履歴は似ています。でこの N さんが例えばその後にアイテム5を買っていたとすると。 このの方法はこのアイテム5を T さんに推薦しますこれどういうことかというと N さんは何らかの意図があってアイテム123の後に5を買ったと考えられますつまり5とアイテム123には何らかの関連性があるつまりこの N さんの興味の範囲にアイテム123と5はつながっていると考えられるので この N さんのノウハウをいわば T さんに使い回すすわけですね。そうするとここで T さんにとっては自分にとって意外なものが推薦されるんだけどもこのアイテム5というのはすでに実績があって関連があるものなので何らかの新しい発見があってしかも T さんにとっても嬉しいはずだということになります。これをやるのが 強調フィルタリングですで実際どうこれを計算するかをご説明します。これさっきと同じように、えー、ここにあの表がありましてここにお客さん ABC がいますでここがターゲット X さんですね。でここに商品があるんですけどここに1があるのはそれを買ったという状態を表しています。つまり A ささんんはは商品1も全部買った人で B これを買ってるけどこれは買ってない。で C さんは買ってない買ってない買ってるというふうな感じです。でえっと X さんは今まで商品1,2,3を買っていますが4,5はまだ買っていませんまだわからない状態です。でここで、えー、説明を簡単にするために買ってるということはその商品に興味があると同じであると考えます。本当は違うんですけども。 ここでは説明を簡単にするためにそう仮定します。まあそう大きな問題ではないのであまり気にしないでください。で、したがってこの一というのは買っているイコール興味があるというふうに考えてください。そうすると、え例えば A さんは商品一から五まで全部興味がある。で、X さんは一から三まで興味があることは分かっているが、四と五の興味の度合いは分からないということになります。で、どうするかというと、 この興味の度合いを推定します。で、推定して大きい方を推薦すれば、おそらく良いということになります。でこれを実際やってみます。これが顧客 X さんのこれまでの購買履歴になります。で、今まで商品1,2,3を買ってますので、次、商品4と5がどのくらい興味があるかを推定すれば良いということになります。やってみます。 でこの X さんの今までの履歴と同じ人がどの人かっていうのを探していきます。でこれは先ほどと同じように類似度を測ればよくて例えば A さんは111こっちも111ですので A さんと X さんの類似度は3分の3になります。B さんはあ B さんも3分の3ですね111ですので。で C さんは これ違う違う一致してるので3つのうち1つ一致してますから3分の1。ということは似てる人を見つけるとこの上の2人になりますね。でということは X さんと同じような履歴を持った人は A さんと B さんなんだけどその人が商品4に対してどのくらい興味を示していたかというと。 どちらも1でした。ということはこの A さんと B さんの傾向を合わせてみると今ここで単純に平均をとりますが大体、えー、いいこんなような計算をします。で、この1と1の平均をとるとるやっぱり1ということでここのさっきハテナだった部分は商品4に対する X さんの興味の度合いは1だということになります。じゃあ商品5についてはどうでしょう 同じことをやってみます商品5は今まで A さんの履歴は1でした B さんは0でした。ということはこの1度はどちらも1ですので単純にここをやはり同じように平均すれば良いということは変わらないですから1と0の平均をとると0.5になりますね。ということで商品5に対する X さんの興味の度合いは0.5。 になりますでこの2つを比べてどちらの方が X さんにとって興味の度合いが大きいかというと1ですね。ということはこの1が一番興味が高いから商品4を推薦すればよいということでこの推薦システムは商品4を推薦するということになります。これが 強調フィルタリングの動作の仕組みですこのように協調フィルタリングではそれぞれの商品の内容は全く見ていなくて単に誰がどの商品を買ったか、まあ、この場合興味があるとイコールとしていますけどそういう履歴を見るだけで内容を全く見ずにこれを推薦しているんですけども十分なデータがあればこの 方法は非常にに正確に動きますなので実際によく用いいられていますでただ今お話ししたように十分なデータがあればというふうな条件付きでここに結局いろいろな履歴が埋まっていないとさっきのような類似度はなかなか計算できない計算できないということは精度が下がるということになるんですね。ななのでで購買履歴が十分でない場合は この方法は精度が下が下りますということで実際には先ほどご紹介したコンテンツベースフィルタリングとそれからこちら今ご紹介した履歴に基づく協調フィルタリングそれぞれうまく特徴がありますので組み合わせて例えば購買履歴が十分でない場合はコンテンツベースフィルタリングを使い履歴が十分 集まってくるとこちらの強調フィルタリングを使うというように実際にはシステムはハイブリッドにして使ったりしますこれまでレコメンドという手法を試作を打つ一つの方法として説明してきましたその本質は何かというのを復習してみますやっていたのはターゲット X さんの特徴を正確に捉える それに基づいてアプローチする具体的にはこの特徴に従って施策を打ってその施策の角度を高めるということが本質だったと思います。今まで表を使って説明をしてきましたがこのような表があると実はクラスタリングとかオーディエンス拡張も行えてしまうんです。ちょっとやってみます。 この表は顧客 ABCD さんがどの商品を買ったか例えば A さんは商品 X と Y と Z を買いました B さんは X は買ったけど Y は買ってない Z は買いましたこういう状態を表しているとしますつまり購買履歴ですね。でこの購買履歴を見るとお客さん同士の類似度が測れます。例えば、 A さんと B さんを見てみるとこの行とこの行を比べればいいんですよね。そうすると1と11と0違う1と1つまり3つのうち2つが一致していますから、えー、類似度分のですねで同じように近いものを見てみると C さんと D さんが実は似てまして一致している違う一致しているということは。 同じように類似度三分の二です。ということはこの四つ四人の顧客で近い人同士をまとめてみると A B さん C D さんという二つのまとまりができます。これが言ってみればクラスタリングです。なんてことはない簡単にできました。こういうような表があると類似度を測ることによって 割と簡単にこんなことができてしまいます。同じ表を使って、ちょっと違ったことやっています。顧客 A さんは商品 XYZ 全部買ってます。これ、我が社から見たときに、この A さんはいいお客さんです。で、この A さんと近そうな人を見つければ、 その人は多分漫画者にとってやっぱりいいお客さんである可能性が高いですね。で、そういうふうに考えるのがオーディエンス拡張ですよね。でやってみます。A さんの履歴は一一一です。で、ちょっと B さんまで広げてみます。そうすると、A さんと B さんの類似度はさっき計算しました三分の二でした。じゃあ C さんまで見てみましょう。そうすると。 1> 1, 0, 1, 1, 1, 0ですので3つのうち1つが一致しているので類似度は3分の1ですでちなみに D さんも見ると 1, 0, 1, 0, 1, 0ですので全部違うということで類似度0ですね。ということは類似度がだんだん下がっていくわけですけど考えるのは顧客 A さんは全部買ってくれているというので。 この人となるべく近い人だけ見つけるとどうせならキャンペーンを打っても同じように買ってくれる我が社にとって A さんはいい人なのでその A さんと近い人であればきっといい人であろうというふうに考えると B さんまではいい人なんだけど例えば1 2分の1で切ってしまうとこの下はあまり得な人ではないと。 考えるることができるのできの例えばキャンペーンをやるときに B さんまでを対象としますでこれ以外は外しますというふうにキャンペーンの対象を拡張するとこれが、えー、オーディエンス拡張ですね。で一見ですねさっきのクラスタリングとオーディエンス拡張っていうのはまるで言葉が違うので別々なもののように聞こえますが。 ここでご覧になってわかるように全く同じ表を使って同じような類似度の計算をして同じような操作しているだけなんですけど一見出てくるものが違う。でここでは垂線の説明をして垂線はどう動いているのか。 でそれをちょっと工夫すると実はクラスタリングとかオーディエンス拡張っていうのも同じような方法でやることができましたということをお話をしましたここでどちらもキーとなっていたのが類似度の計算ですね類似度っていうのは要は似たということに注目しているわけですでこの似たということに注目すると同類を見つけたりその同類を集めたりまた分類したりと いうことができました。で、推薦を振り返ると対象が1人の時にその。過去の似た成功事例を見つけてきて、今っていうのはこの対象ですね。この対象に適用するこの施策の打ち方が推薦ということになります。で、今1人っていうふうにお話をしましたけど、推薦は1人1人に対して動いていましたが。 対象がグループでも同じように考えることができますえ似たような人をグループにしてということは似たような特徴を持っているはずなのでそのグループの特徴に合わせて成功例を適用することができますで、またはそのグループの行動モデルを作ってえそれを利用することも実際にはありますただこれ全体で見ると似たっていうことがすごく キーとととなってて動いいいることがわかるこがか思います結局似た人をうまく見つけてきたりそれに対して似たような成功事例を適用するということが推薦の基本的な概念ですしそれがここで用いられている施策の打ち方だということが分かると思います。